はい、電車で564。今回は200億円の山手線。僕好きなんですよ、これ。めっちゃ好きですよ。で、やっぱりこれ駅数が大きいので、多いので、駅停車する前まで録画しますね、毎回。で、そして、駅の直前で録音を再開と、録画開始と。さて、行けるかな、有楽町。この路線で走るの初めてかもしれないですね、電車で号で。やばい、時間がない。有楽町止まるか、これ。止まるね、結構止まるね。OK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  来た。残り20秒、止まれるかな。難易度がね、星4だから怖いんですよ。僕上手くないからね、もちろん。OK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  残り30秒はないぐらい。結構余裕あるか。浜松町結構余裕ありますね、結構余裕ありますね。制限60でちょっとビビった。もう余裕持ってもう先についておいて、ゆっくりゆっくり停車するっていうね。ただゆっくりを時間に余るかってゆっくり走りすぎて止まっちゃうとありますわね、私の場合はね。残り10秒。この電車で号って評価が最後に出ますよね。あれで安全性への配慮だか何だかがあって、それが減点する要因っていうのはスピード出しすぎることなんですよ、確か。うん、なんか最高速度、設定された最高速度の 90%、95% が出したらアウトっていう。私はスピードを出したい、だから安全性の配慮に関しては0点を出したいですね。牽引特性も速いぞ、これ。いい感じ、いい感じ。97キロ、この電車の最高速度いくつだ。フルブレーキですわね、ギリギリ。ここ20秒。OK。 雨降ってきました。電車でこうね、なんかもういい点数取るとね、すっと雨降らすんですぐね。これゲーセン版じゃないから、これはただ単純に雨降らしの時かもしれないし、第5フェーズ、もしかしたら結構最近ちょっと調子乗ってるから雨降らしなのかも分かんないですけど、ゲーセン版はね、雨降らしてミスら、雨降ったらブレーキ効きづらくなるんで、それでミスらせて次の日に交代しなさいっていうことなんですけど、あと100円分のプレイを終わりにしようと。多分これもそうですね。でこうなってくると最高速度を出したくなるんだけども、ブレーキが効かなくなるから危ないっていう。7割弱ぐらいですか、ブレーキの能力的には。ビビりました、怖かった。ちょっとブレーキ早めにしましたね、いつもより。ちょっと効かないね、やっぱブレーキね。これオーバーランスかもしれないな。ただ装着するとね、信号が効いてくるんで、信号が注意信号とか出ちゃうんでね、できるだけそれは避けたいと。いいよいいよいいよ、こんなんでいいよ、こんなんで。オッケーオッケー。もったいね、ずっとグレートだったんだ。狭ホームで、左のやつ何、あれ踊り子分からんけど、腹立つは先走られて。残り20秒。ちょっとね、ちょっと余裕ありすぎですかね、これはね。
待って、おっと早すぎたね。ちょっとね、電車でこうやって累積ですよね、装着ね。今5秒装着して、スタートが5秒速くなるかっていうと、そうなのかな、分からんけど。あ、ほら来たよ、ほら減速信号。あんまり行けなかったっていう減速信号の。出発進行。ミスしたおかげでね、何だったっけ、雨降ってんだまだ。ミスしたから、雨降るのやめたか、やまたやん、やんだかと思った。じゃあ止まるかこれ。あ、止まるね、よかったよかったよかった。残り20秒、結構最近装着気味だったんで時間の余裕がないんじゃないかと思っちゃうんですけど、そうでもなさそうですね。ありますね、ここね。で、ここはホーム雨降ってないからブレーキ効くのか、ここら辺も計算してんのかな。オッケーオッケーオッケー、来た。さあこうか。さあどうやったのこれ。なんかね、こういうの見るとさ、もう自殺する人がいても気づかないっすよね。なんかゲームによってはあれなんですよね、電車でゴールの種類によっては、駅のホーム、なんか黄色い線飛び出してる人がいて、それをクラクションじゃない、警笛鳴らすとポイントもらえるっていう、危ないよっていうね。OK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 。 間違えて減速しちゃったのがやっぱ入ってきますね。昔は昔っていうか初代だったら時速21キロ以内だったら出発進行、非常ブレーキ使っても大丈夫なんですけどね。なんかホームの制限速度が65だったら65キロでホームに入りたいっていうのはありますよね。ないか。原宿よし、残り20秒ね。土曜日止まんない。土曜日あんなことないか。あれか、乗車定員増えたり減ったりした分も反映される。OK、 いいよいいよ。やば、いけるか。 OK。 あ、クリアしたのこれ。あ、クリアしたんだ。うん、切るか。おう、おう、よし、よし、安全線配慮負荷いったね。41点、いいぞいいぞ。終わりましたね。意外と簡単だったんじゃないかなっていうね。はい。嘘だね。意外と簡単は嘘だ。止まんないように見せかけて意外と止まりましたね。山手線。もうちょっとなんか重いかなと思ったらそうでもなかったという。ということで、あ、じゃ、間違えた、いいや、まあ、そんな感じです。おめでとうございます。どうも。ハイスコアを目指してください。あ、この電車でゴーの手じゃん、可愛らしいですね。なこともないか、まあ、いいや、はい、じゃあ終わりです、また今度。